はい、だんだんどうも、ガオチューと申します。2018年12月の今日は9日ですね。いやー、ついに雪が降り始めました。山の方は上の半分ぐらいまで昨日降って、で、今日、今朝、未明 夜中ですけどね、雪になり始めてね、結構何センチぐらい積もったかな。10センチ、12、3センチ積もりましたかね。そんなんで、ちょっと、まあ、今年初めての雪道なんてのを通ってみようかなと思います。まあ、新潟県の場合は、除雪体制がね、しっかりしてるんで、融雪のね、水が路面に出てたりして、道路状況はまあいいんですけど、まあ、時々ね、除雪されてないようなところもありますんで、まあ、そんな辺を通ってみようかなと思いますんで、はい、出発します。よ、どっちから行こうかな。向こうの方にしよう。ちょうどね、信号が 青になって、よいしょ。はい、そんなんで、ここは今291号線を渡った、そんな感じです。マニュアルで、しかも FF で雪道を走るっていうのは何年ぶりだろうな。もう13年ぶりぐらいですかね。まあ、それ今まではね、4WD の、ワゴン R、で、まあ今もちゃんと持ってますけど、そいつで走ってたし、まあ、その前は東京にいたんで、車の必要がなかったんで、車は乗ってませんでした。こっち帰ってきた時は、親父が乗ってる車を使わせてもらってたと。ワゴン R の前何乗ってたかな。ちょいと忘れてしまいましたが、まあ多分同じワゴン R だったんじゃないかなと、そんな風に思います。そんなんで、雪道、まだね、この辺は融雪パイプで地下から水を汲み上げて、路面の雪を溶かすっていうような場所なので、路面状況は全然夏場とほぼ変わらないっていう感じですかね。まあ時々その雪が路面に出てるんで、家のね、屋根から落ちたような、落としたような、雪を路面に出している方もいらっしゃいますんで、その辺は、やっぱりスタッドレスタイヤが絶対必要かなと。まあ冬になりゃ絶対必要なんですけど、履き替えなきゃいけないんですけど。そんなんで、ちょっとここを、ちょっとね、回り込んじゃうんですけど、よ、はい、地元の交差点。ちょっと靴が変わったんで、今一つ感覚がね、なんか夏場と違うんですよね。夏用の靴と、やっぱり冬用の靴は変えますんで、ちょっとごつい、なんだこりゃ。厚底の靴になりますね。で、まあ、あと、ちょっとした防水みたいな、そんな靴を履いております。ちょいと上りで、ここからちょっと17号を右に曲がってみようかと思いますが、この辺の区間がね、融雪がなかったような気がする。
まあこの辺はあるんですけど、この先ですね、この辺はまだあの町場なんで、町場っていう言い方もすげえ田舎だなって感じなんですけど、融雪をしっかりやっといた方がいい区間になりますね、はい。そうなんで、この先ちょっといたところ、多分融雪がなかったような気がするんだけどな、そんな区間もありますんで、ちょいと、まあこういう脇道とかね行けば必ず雪道なんですけど、幹線道路でもこういう区間があるよっていうようなご紹介紹介なのか、はい、こっから融雪がない状況ですね。まあ車が多く通るので轍になりますね。なのでなるべくこの轍は下手にまたが横切らないようにしないといけないんですけど、ちょっと前後誰も来ないんでちょっと入ってみます、はい。今はまあべしゃべしゃの雪なんでそんな抵抗はないんですけど、これがね本当極寒の時、冬の1月まあ12月の後半とか1月2月になるとちょっと抵抗がぐーっとくるんで気をつけなきゃいけないんですけども、はい。そんなんでスピードは雪道、まあ田舎の方っていうかその雪国といいますか、ではまあ新潟県の場合ね、私が通ってた自動車学校では雪道に関しては法定速度マイナス 10% から 20% 15% かなというふうに運転した方が安心ですよという、お言葉を教官からいただいて、おりました、はい。そんなんでね、その辺の癖がついちゃって、雪道になると、まあ、大体そうですね 10% ぐらい、まあ、60キロの場所であれば55キロぐらいですかね、そのぐらいの速度で走るようにはしてます。夏場のようにはいかないんでね、やっぱりスリップ怖いし、事故も怖いし、もらい事故も怖いし同じか、はい。でまあ、こういったね除雪したところ、またこっから融雪、道路の真ん中に融雪パイプが通ってて水が出て雪を溶かすっていう区間ですね、またこっからはないか、そうなんでギアの方はとりあえずこういう除雪されたところはトップに入れてますね、はい。後ろから結構、雪道を知っているのか知らないのか近寄ってくる車がありますが、まあまあその辺は、気にせず、はい。そんなんで FF なんでね、ちょっと後ろのタイヤにそのエンジンの動力が伝わってないんで、滑った時は怖いんですけど、はい、そんなんでどうしようかな、いつもの山道行ってみようかな、はい。そんなんでね、ちょいと山道行ってみますよ。いつもの、県道ですね。よいしょ。ちょっと路面がここへこんでるな。そんなんで、いつもの県道の58号線だったかなダメだ記憶力が、何度も通ってんのにね、番号なんて覚えちゃいねえよって、
そんな感じで、ご苦労様です雪片付け、まあ、こうやってね、路上に雪を出してる方もいますんで、その辺は気をつけてくださいねと。うん、で、ここは法定速度40キロっていう風になってますね。さてさて、ここから雪道になります。融雪パイプが終わりました。はい、からですね、今4速登るのか、やめて3速、はい、ということで、まあ、あの雪道はね、あのエンジンブレーキを早めに効かせたいっていうのがあるのと、まあ、こういった坂道はちょっとあのちょっと4速じゃきついかなっていう場合がありますんで、私の場合こう、まあ、道によって変えますけど、あのとりあえずこういう上り坂は3速で進んでます。で、わだちはなるべくあのなんだろう、外さないように、前の人が行ったところをちゃんと走る、というような感じですかね。まあ、坂道発進はここではちょっとテスト的にもきついかな。変なところでね、あの後ろから来て後続車が来て、邪魔になったらいけないので、そういうことはしませんけど今回、そんなんで、はい、今年初めて2018-2019シーズン到来っていうことでまず1本目撮ってますが、登り切ったらやめよそんなんで、いつもの道っすね。結構この辺はどのぐらい積もったんだろう、20センチ以上、25センチぐらい積もってますかね。あ、やっぱり足取られるな。一応除雪は通ってないか、まだまだ除雪は通ってなかったのかな、こんだけ輪立ちが深いとね。はい、そうなんで登ってまいります。いや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 、これカーブもね気をつけないとくるっていっちゃうんでね。くるっていってのはあの車がぐるんと回転しちゃうっていうねことがありえるので、ゆっくり、はい、ゆっくり行きます。一応ヘッドライトはつけてます。雪道の場合やっぱりまあ対向車に対してねアピールするっていう意味で、俺はここにいるぞと、いう意思表示をするためにヘッドライトはつけてますね。まあその方が安心、まあ多少なりとも、事故は回避できるかもしれない起こる時は起こる、だからでトンネルの中は非常に安心、いや安心っていうかな、たまに凍ってる時あるからな。まあまあ、とりあえずは雪がない状態で走れるんでトンネルの中はいいかなと、そういった感じで進んでおりますが、サードに落としてエンジンブレーキをかける。まあ、そうすると、まあ、スピードモードにね一応落とすし、なんだろう、変にこうずっと行かなくて済むっていうような感じですね。
またトンネルだっけ。あ、まあトンネルの出入り口もね、雪がちょっと残ってるというか、車が持ち運ぶんでたまに凍ってますね。で風が吹いてると本当さらに冷えるんで、ガチガチに氷の状態っていう時があるので、出入り口も気をつけてくださいね。あ、トンネルの前方の方に除雪車かな、なんかそんな車体が見えますけど、まあ、まだ画面上ではねまだ見えてないと思いますが、はい、トンネルを出ると除雪車がいる、そんな感じです。うん、後ろ山の方はちゃんとしっかり除雪してんだな。はい、なのでもうすぐトンネル抜けますが、何にも見えない真っ白はい、ここで減速ということで、お、除雪入りましたね。多分押して、ただね雪を左側に寄せるだけのローダーだと思いますが、はい、でこの除雪車を追い越すとき気をつけたいのが対向車。対向車止まってくれてありがとうございます。ということで、わだちを越えるので、さらに気をつけてください。スリップしてくるんってハンドルも取られるし、気をつけてくださいね、はい、やっぱり取られるな。わだちにはまり込むと、はい、ハンドル取られるんで、車が右へ左へとあ揺れて、でここら辺であたふたしないようにしっかりハンドルはまっすぐっていう感じで、あ、やっぱ FF の感覚はやっぱりやだな。多少なりとも怖いやね。で、わだち踏み外さずに行くと。はい。速度は、ちょっとゆっくりめですね。まあ、場合によっては、ここで、今、サードに入れてますけど、セカンドに入れて、エンジンブレーキを効かせるのも、一つの、事故を起こさない、手段かなと、そんな風に思います。やっぱ触れるな FF は。うん、4駆だとねしっかりこう安定して走ってくれるんですけど、やっぱ FF だな。後ろはやっぱり触れるな。うん、しょうがないな。うん、ということで、いやー、雪道、今年初めての雪道をFF で走る、なぜ四駆じゃないっていうねまあまあ慣れるためってのもありますし、どうだったかなっていう記憶をね、思い起こすのも一つの理由なんですけども、はい、いや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 、こんなとこね、四駆だからっつってね、バカみたいなスピードで走るやつはね食ってしまえいや、こんなこと言っちゃいけないあ、仕方なくあーっつって事故る人もいるかもしれない。まあ変にスピードは出さないっていうのが一番ですね。はい、この辺除雪、さっきのあれかな、ローダーが片付けてくれた道かな。いや、平らでいいですね。うん、まあこういう道だからつって変にやっぱりスピードはダメと、やっぱりうっつってやったけど、やっぱり雪道という基本的な状況があるので、
その辺は勘違いしないようにお願いします。でなるべくスピードは落とすと、確かに四駆だとな、後輪もちゃんと雪かいてくれるからいいっちゃいいんだろうけど、滑りますからね。滑ってコントロールしっかりできればね、できて対向車に変に対向車にっていうか対向車を変に驚かせないようにしないといけないですけど、ここはヘアピンゆっくりです、はい、はい、あーサードだなやっぱり。まあ燃費は悪くなりますけどね、サードが一番かな。これトップに入れたら加速しちゃうんでね、アクセル踏まなくても加速していっちゃうんで、はい、サードです。あ、こういう時マニュアルはいいよな。オートマだとね、シフトレバーガクンって、2に落として、あ、車種によっては L に落として、走るんですけどね、マニュアルはやっぱりこうやってね小刻みにシフトが変えられるんでいいですね、はい。そんなんで上り坂に行きます。上り坂はちょっと勢いつけて、走りましょうかね。まあ、それでも4速です。で登らないかな、登るかな、登ってくれるな、 OKOK はい、ってことで初めての雪道を追う除雪車、こいつがあれかな、これがこの片付けてくれたのかな、はい、ご苦労様です。もう大変なんですよ雪のね除雪隊っていうのはまあ業者が委託されてやってるんですけど、朝の3時とかね朝の3時って夜中の3時とかね、で遅くは何時だろう、何時だろう、10時とかね、10時半とか、そういう時に出動しなきゃいけないんでね、大変なんですよ。ということでサードに落として、はい、ゆっくりでございます。まあ、大体こっちの、まあ、新潟の方の道路の速度制限っていうのは大体冬を基準に考えられてますんで、まあ、幹線道路は60が多いかな。うん、でも県道指導あたりは冬場のスピードこの辺なら安心ですよっていう速度制限設けてるんで、まあその辺は守った方がいいっすね、はい、ということで前の方に除雪ローダー、はあ、まあ大変ですわよっ、避けてくれるのかな。はい、パスさせていただきました、ありがとうございました。ってことで、今年初の2018-2019 シーズン初の雪道動画撮ってみましたんで、ご視聴いただけるとありがたいです。ってことでガオチューでした。この辺で失礼します。